J08CJ 型エンジンは、日の自動車が製造する、小型、中型車用直噴ディーゼルエンジンである、直列4から6気筒、W 型エンジン、H 型エンジンの後継として1992年に登場。従来のオフ方式に代わり、OHC 方式を採用している。1997年には、世界で初めて、コモンレール噴射システムを採用した。 2004年から2010年まで UD トラックスの中型車にも搭載され、クール EGR、DPR を採用し、新短期規制、新長期規制にも適合している。同一のボアストロークの組み合わせで4気筒、5気筒、6気筒を作り分けしている。1995年登場。 直列4気筒内径 114mm 工程 130mm イコール 5307cc2003 年登場直列4気筒内径 112mm 工程 120mm イコール4720十八 c c 直列4気筒内径 112mm 工程 130mm イコール 5123cc1994 年登場 直列後気筒内径 114mm 工程 130mm イコール 6634cc2003 年登場直列後気筒内径 112mm 工程 130mm イコール 6403cc1992 年登場直列6気筒内径 114mm 工程 130mm イコール 7961cc ザカールラリー用マシンに搭載されるターボインタークーラー付き J08CTI では出力 450PS トルク 76KGM を発揮する2004年登場直列力気筒内径 112mm 皇帝 130mm イコール 7684ccJ08EUMJ08ETM ありがとうございます